どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ついに、クラッシュコンで発表されましたね、タウンホールレベル11が来ました。もうね、ついに来たかと。まあビジュアル的にもね、まあ皆さん思うところは、まあたくさんね、かっこいい絵だったり、ちょっとイメージと違うであったりね、まあいろいろあると思うんですけれども、そしてこちら、はてなはてなはてなということがありまして、まあ要するに名前が決まっていません。まあなんかこうツイッターとかではなんかいろいろなんかファルコンみたいだねとかいうの言われてますけれども、まあ正式には名前が決まっておりません。そしてこちら、のんですが、エリクサー600万、1、10、100、1000、10万、100万、600万エリクサーで使える、これは新ヒーローなのか何なのかわかりませんけれども、こちらもノンということで、時間が無料で時間がかからずに設置できる施設が増えると、これはヒーローなのかと騒がれております。いやー、ついにタウンホール11が、ですね、いつなのかはまだ分かりません。もちろんですね、この名前も決まっていないので、まだその調整というか、まあまだ分からないです。はい、いやついにね来ちゃいましたよ。まあね、私、まあ、ここで動画終わってもいいんですけども、やっぱり今タウンホール10でカンストしてる人が、まあタウンホール11になったりするんですけれども、ね、いろいろと、あー、キヨキヨと、あれ、なんとかなんとかのサタ、あれみたいな、あー、うるさい、そこはね、皆さんお楽しみと、いろいろありますので、皆さんそこはお楽しみということで、ぜひともですね、アップデートがあったら皆さんで大盛り上がりしてですね、あ、キヨキヨなんとかなんとかのサタやってるかな、みたいな感じで、ちょっとちらっとね、覗いていただければ嬉しいでございます。そしてですね、まあ、タウンホール11増やすぐらいなら、タウンホール8でアップデート追加してくれよとかですね、まあ思う方いらっしゃると思うんですけれども、やっぱりですね、この上限をどんどん増やしていくことによってクラクラ楽しくなってくるのかなと。逆にタウンホール7にこう大型アップデートとかしてもですね、意味ないのかなと思います。ポイズンとかはタウンホール10でこうアドオンして、アドオンっていうんですかね、その要素をコンテンツを追加した上で、タウンホール7ぐらいからポイズン使えるようにしないとダメだよねっていうことで、ポイズンってレベル8でしたっけ、まあ9とかそういう風にしてどんどんまあ下がっていくということで、例えばタウンホール7にインフェルノタワーつけちゃったら意味ないんですよ。まあそんな感じでですね、アップデート下の方にも、下の方のタウンホールにも入れてくれよって思う方いると思うんですけども、そちらはまあ違うということで、まあ皆さんもですね、まあ早上げしない程度に、タウンホール上げていった方が本当に楽しめるのかなと。やはりタウンホール9、タウンホール10、タウンホール11の、まあ全開であったりね、もうタウンホール11がどのような攻め方がこう主流になってくるのかまだ一切わからないので、そちらの方もですね、皆さんこうタウンホールを上げていって、楽しむと。いうのがですね、楽しんだもん勝ちなんで、はい、そちらの方も、ぜひともですね、タウンホール開けちゃった方がいいかもしれません。ということで、今回はタウンホール11、ついに来た。もう超楽しみですね。今からワクワクして、もう夜も寝れません。はい、今日も爆睡して寝たいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。